間違えるのはいいんですけどね。この土平日ね、間違ったら小学校のあたりね、こんな不審者来たらね、いきなりんで、パッと見すっげえ不審者ですからね。すげえ。聞いたことないスーパーサーブス、気になる。あ、しまった。変なもん買ってもらっちゃった。2号線やろ。で、今、現在地が、2号線？住吉橋線。高架が見える方に行ったらあかんねや。こっちや。こっちや。こっちか。こっちか。ああ。お、こっちみたい。で、もう一つ先の交差点を右に行ったらいいのかな、これ。あ、そうやな。お、OK。よし、こっちだ。港。ここは、見てる人、見てる人、あ、これ、あるの？どうする？中華そば、うまそうやけど、そばくっちゃばっかしだ。うまっ。いやー、そば食ってきちまったな。あれ、始末出てんだね、今な。どっちが、ここが増えてるのか？どこ行ったら出てるのか？で、この通りか。ほう。これ、歩いて行けんのか？歩道ある？え？これ歩き無理か？歩き無理っぽくね、これ。おや？ある、これほどない。いや、これ路肩は無理だぞ。お？何のこれ？パッキング地があるな。渡りそうや、渡りそうや。あるんだ。この先の、あ、歩道橋ありって書いてくれたら、もうちょっと手前に書いといてよ。焦るやんけ、県外民。ああ。いかな、この釘に、釘にや。お、はい、あ、そこにあるんや、不気味の。よいしょ。よし。まあ、足元見るのでいっぱいいっぱいなんで、後から景色は見る。カメラに。おお。いやー、これ。おお。よかったよかった、歩道あるわ。おお。お、それが和田岬線だ。なんか先にちょろっと線路出てますよね。
あれが和田美咲さんですね。